皆様こんにちは。リビングライフの時間です。今日はコリント人への手紙第1:14-26から40節、秩序と配慮によって徳を高める共同体というタイトル、この箇所からお分かちいたします。コリント人への手紙第1:14-26から40節。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし異言を話すのならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか。あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。自分を預言者あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められません。それゆえ私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。今日私が一番心に止まった御言葉をお読みします。26節です。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もう一節、40節、ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。パウロはコリントの教会に対してこの手紙を書いていますけど、特に今日の箇所で私が注目した言葉があります。最初に読みました26節に出てくる徳という言葉です。私は得意と言います。この徳の字を書くのですけど、今まであんまり意味を調べたことはなくて、なんとなく雰囲気で、つかみ取っておりましたが、今回ちょっと調べてみました。徳という意味、まあ、辞書で調べますと、身についた品性、社会的に価値のある性質、善や正義に従う人格的機能
まあ、こういったことが最初に書かれていました。またこのようにもありました。広く他に影響を及ぼす望ましい態度、こういったことがこの徳という言葉の意味の説明として、見受けられたわけですけど、さあこれを知ってしまいますとですね、本当に自分の内側を、探られるのです。まあ、26節この箇所を読んだ時、まあ、教会生活のあるいはその集会の中で起こってくるような出来事が書かれています。賛美があり、教えがあり、黙示があり、異言、そしてその異言を解き明かす、まあ、こういったことが あったわけです。また今の教会にもあるでしょう。でそれらを全て徳を高めるためにしなさいと聖書は語っています。私たちはつい人間的になって、何か自分を自分の欲を堅持する、自己堅持と言いますが、そういったことをするために祈ったり教えたり、自分の知識を知らせるためにそういったことをする、そういう愚かな人間です。意識しないとこの徳を高めるというところ、なかなか現実には至らないのではないかなと、私は自分自身を顧みてそのように思わされました。私たちは主にあってこの正義、主の正義に従って、そして主の素晴らしいことを人々に広く伝えていかなければなりませんが、この徳ということを考えますと、本当にキリストの品性、人格になっていかなきゃならない、つまりそれは身につけられたものになっていかなきゃならないということを改めて思わされます。人々にキリストの良い影響を与える、私たちはそのために召され、日々御言葉に取り組み、そのことを通してまたキリストの似姿に変えられていく、その途上にある、私は牧師ですけど、まだまだこの途上、本当にまだ先は長い。自分自身の中にもっともっとキリストの品性が、練られ身につけられてこないといけないということを痛切に感じておるわけですけれども、改めて、このところでですね、本当に全てのこと、この徳が高められるために、自分のこともそうですけど、全体の徳が高まり、教会の徳が高まり、全体の益となっていくように、強くチャレンジを受けております。どうしても宗教的な感覚というのが抜けない部分もあります。聖書を読んでいます、しかし私の人格の中にキリストが作り出されてきていないとするならば、それは本当の聖書の命に預かっているものではなくて、宗教的に聖書を読んでいるものになっているかもしれません。まだ今年始まって、一月と少しですけれども、この1年間本当に主の御言葉としっかりと取り組んでいって、もうわずかでもいい、一つでもいい、少しでもいい、本当にキリストに似るものに変えられたい、そのように思います。私の生き方を通して多くの人々が影響を受けてくださるように、そのように主に祈っています。またこのことを適切に秩序を持って行いなさいってこう書かれています。これは私自身を本当に戒める意味で言います。私は教会で人々を指導する立場にありますけれども、高圧的になったり権威主義的になったりしてはいけない。本当に私も主の秩序に服して、主の秩序の中、その権威の下でこのことを適切に行うことができるか、指導することができるか、こういったことも問われています。本当に自分自身の内側に主からのチャレンジがたくさん来て、
感謝ですけれども、またこのことに日々打ち込まなければいけないなと思うとなかなか大変だなとも思ったりいたしますが、皆様はどうでしょうか。何か今年主からのチャレンジを受けてこのことを頑張ろう、そのように思っていらっしゃるでしょうか。もしまだ終わりでなければ、今日このところから汲み取った恵み、決して私が話したことによらなくても結構です。皆様がこの御言葉を読んで、皆様が感じられた、その心に思いが与えられた、そのことを大切にしていただいて、それこそが今日主があなたにお語りになりたいことなんです。ですからそれを大切にしていただいて、そこに真剣に向き合って、一緒にキリストの体を立て上げて、いけたらなと思います。いかがですか。このキリストの体に組み込まれている私たち、互いに隣人を本当に大切な存在として思っているでしょうか。自分のしたいことだけを家庭でも、あるいは教会でも、どこでも自分のしたいことを優先しているでしょうか。もし徳を高めるということを少し意識するなら、自分のことだけではなくて全体のことを見回して、そして適切な秩序ある態度でことが行えるのではないでしょうか。お祈りします。恵み深い天のお父様、皆をあがめます。秩序と配慮によって徳を高める共同体、本当に私たちはそのことを願いますが、自動的にはできないことも分かります。聖書から教えられました、一人一人が自分自身の内側を見つめ直してキリストの品性を身につけていく、そこに目を注いで、そして地道ではありますが聖書を読み、祈り、黙想し、主との交わりの時間を豊かにしていくことができるように助けてください。すべては御霊の働きです。そして私たちはその御霊様に、主に謙遜になってへりくだって、適切な秩序を持って互いを愛して、キリストの共同体、教会、お体を打ち立てていくことができることを感謝します。どうぞこの地上に存在するすべてのキリストの体、教会が主にある麗しい体として立て上げられていきますように、そしてお一人お一人がそのメンバーとしてしっかりと立たれますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。